さあ、ということで、上毛かるた深掘り TV、4回目の本日はこちら、縁起だるまの少林山でございます。少林山の福だるま、正月6日の少林山の星祭りは地元はもちろん各地から、やってくる人でにぎわい、関東一の名物となっている張り子のだるまを売る店でうずめられ、縁起を祝う人々はこれを買い、片目を入れて今年の福運を祈る。養蚕地や、企業地、機織りかな、これね、の一風習である、だそうです。はい、絵札とか見て、ちょっとなんか、あれってなりませんちょっと。絵札、はい、ああ、まあまあまあ、だから、それこそ武元から聞いてるようなやつは、はいはい、なんだ、北斗七星ですか、これは。まあ、北斗七星だけど、うん、星が6つしか書かれていないっていう札ですよね。はい、その残りの1つが、県民一人一人が。輝く7つ目の星になってほしいっていう願いが込められてますっていうのは結構言ってますもんね。そうだね。それは確かに聞いたことあるけど、それ本当なんだっけ？はい、それは本当です。あ、本当なんだ。はい、すごいおしゃれなことするよね、それはね。そうですよね。うん、最初の作った昭和23年ですよ。うん、その当時にこんなことを思いながら作ってたのは素晴らしいと思います。だってけどさ、これ縁起だるまの少林山っていう札のあれで言ったら別に北斗七星絡んでないから、夜空とかも絡んできてないから、はいはい、意味が分からなくない？あ、ちょっと捨て列すぎない？これだって少林山の方にも、うん、なんか北斗七星をこうなんていうんですかね、飾ったりとかなんですか、こう与えてるじゃないですけど、あるんですよね。ちなみにその少林山の方のこの北斗七星は7つ星は少林山の方に書いてあるの？鋭い質問ですね。はい、これは、私も含めなんですけど、カルタ調べてる人間がまだ誰も見に行ってないんですよ。あるけれども、そこに書かれてるのが果たして6つなのか7つなのかっていうのは確認してないんですよ。いけ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 絶対見に行くやつだろそれ。なのでこれ見てる皆さんがぜひちょっと確認しに行ってください。なるほどね。でもこれさ、少林山の方も、はい、これ6つしか書かれてなかったら本当にいよいよそういうことだよね。みんなで総意で7つ目の星は今あなたの胸の中にあるよっていうことを言いたいってことだもんね。そうですよね。はい。それとですね、はい、最初にこれ1回目の時に「朝間のいたずら鬼の押し出し」やったじゃないですか。うんでそこと縁起だるまのこの少林山ってちょっとこうつながる部分がありまして、うん、はい浅間の大噴火がありましたね、うん、でその時にこう大飢饉に陥ったわけですよ。ああはい、天明の大飢饉ありましたね。結局作物が育たないから、うん、こう生計を立てることができない農家の方が非常に増えて、うん、その時に少林山の和尚さんが、うんそういった方たちにこのだるまっていうのを作ってみないかっていうふうに提案したそうなんですね。はい、でこのだるまをその方たちに作っていただいてでそれを売ってこう生計を立てていたっていうふうに残ってるんですよ。へえ、はい、なるほどね。そことまた群馬が絡んでくるんですけど、うん、だるまっていうのは、うんまあ、鶴と亀がこう書いてあるわけじゃないですか、うん、眉毛に。うんそこでまあめでたいっていう意味もあり、うん、かつあれって転ばないじゃないですか、うん、だるま起き上がりますね。だからまた起き上がるっていう意味合いに兼ねて、うん、ここからなんですけど、うん、群馬って養蚕がすごい盛んだったじゃないですか、はいはい、そこでですよですね資料によりますと蚕が眠りから覚めることを起きるっていうんですって。まあ人間も眠りから覚めること起きるだけどな。まあそうですね、起き上がる起きるですよね。うん、で眉を作ることを上がる、うん、おーそっちは言わないね。なるほど。つまり起き上がる、うん、だるまも起き上がる。じゃあ天明の大飢饉と養蚕で起きる上がるっていう言葉を使ってたっていうこの二重の意味で今の群馬のだるま全国シェア8割9割っていうのが関係してるかもしれません。なるほどね。はい、そうなんですよ。やっぱり歴史を紐解いてくると産業が見えてくるから面白いよね。はい、そうですね、確かに。はい、ありますね。で、ちなみにちょっとまだ答えが出てないんものがありまして、はいはい、調べてみたので、武言でも答えたどり着いてない。はい、今の絵札って、うん、だるまに片方目が入ってますかね？入ってる。入ってます、うん、なるほど。ですね、また昔のカルタ出させていただくんですけど、昭和23年版です。こちら。もう一つ、これの次の変わった絵柄です。次の絵柄がこちら。これちょっと謎なんですけど。いやいや、謎だよ。どういうこと？これには目が入ってないんですよ。入ってない。怖っ。これが一番わかんないかもしれないです。縄文カルタで。まさかの絵が縄文カルタ最大の謎なの？謎ですね。なんでだろうね。まあ最初の絵札に書いてあって、で今の絵札に書いてあるわけですよ。真ん中だけ書いてないのはなぜだろうっていう。っていうかだからさ、そのなんていうの、最初の絵札が一目、はい、で次の絵札も一つの目で、最後の絵札に二つの目になって、なんか平和への願いがこのなんてね、成し遂げられたとかだったら意味としてすごい素敵だったけど。はい。まさか真ん中に白目を挟むことになるとは。そうなんですね。この時代に何かがあったのかなっていうのを今調査中です。なるほど。いや、それはぜひちょっと調べてください。よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい。はい、おもろ。絶対なんかあったよな。俺書き忘れではないと思うわ。はい、そう思います。縄文カルタブロガーの武言さん。今回はですね、はい、一気に3本撮りででね、お付き合いいただきました。はい、誠に今回もありがとうございました。ありがとうございました。いい名が続くセントラ